僕は紬ちゃんのことをいつも見ているのだ。朝、登校してから、夕方に下校するまで、ずっと見つめているのだ。紬ちゃんのお尻、紬ちゃんの太もも、最高にムッチムチなのだ。思い切りは静かみにして、顔を埋めたいのだ。紬ちゃん、愛しいのだ。大好きなのだ。大好きなのだ。キャー、ズンダモンくんが紬ちゃんをいやらしい目で見てる。気持ち悪い。最悪。この前も見てたよね。きっと紬ちゃんのことが好きなんだよ。うわ、キモ、犯罪者じゃん。わお、そう、そう、ハワワ、のだ。紬ちゃん、どう思う？キモいよね。体をジロジロ見られてるんだよ。うん、見られてるの。気づいてたよ。ずんだもんくんさ、正直言ってすごい不快です。もう見ないでください。はわ。キャッキャ、振られてやんの、当たり前だけどね。わかったろ、反省しろよ、バーカ。はう、今日は最悪だったのだ。つむぎちゃんに嫌われたのだ。胸が苦しいのだ。帰ったらすぐオナニーをするのだ。つむぎちゃん、大好きなのだ。ずんだもんくん。はわわ。ちょっといい？今日のことなんだけどさ。ちょっときついこと言いすぎたかなって思ってさ。みんながいたから、恥ずかしくて、ついね。ごめんね。あーしはずんだもんくんのこと、めちゃくちゃ嫌いだし、キモくてマジで死ねって思ってるけど、あーしのせいで、不登校になったりしたら、それも気分悪いからさ。だから、明日もちゃんと学校に来てよ。でも、見られるのはほんと迷惑だから、二度と見てこないでね。シャーペンとかで眼球を潰すといいんじゃないかな。ついでに金玉もさ。それじゃ、これから彼氏とデートだから、じゃあね。はわ、はわ、はわわ。やった、なのだ。つむぎちゃんに優しくしてもらったのだ。つむぎちゃんとおしゃべりしたのだ。嬉しいのだ。春が来たのだ。わーい、なのだ。つむぎちゃん、かわいい上に性格も良すぎるのだ。最高なのだ。